足音がしなかった。馬を降りて走ってきたのか。なるほど、意識がねえのか。気配を感じねえわ。トルフィンさん。言っておくぞトルフィン、交渉の余地はねえ。おとなしくガルザルを渡せ。渡さなけりゃ切る。追っては3人だが、ここにはエビさんだけ。他の気配はない。何とかして動きを封じればまだ逃げられる。剣をかいくぐって顎に一撃。やんのかトルフィン。やれやれ、仕方ねっかこの際。純粋な人助けだ。お前には原稿振るう大義名分がある。まあもっとも向こうには向こうの大義名分があるだろうがな。どうするドルフィン、あくまで非暴力を貫くか、それとも人助けのために一線ぶちかます。本当の戦士へ至る道はどっちか考える時間はねえぞ。ほれ目の前。寝ぼけてて勝てる相手か。妙な構えだ。槍でも斧でもねえ。剣。